武器が。武器が。はい。こちらを使っていただければ早く敵倒せるので。なるほどなるほど。まあ結構世界観が特殊っていうか、そのまあイギリス。はい。マドモアゼルを助けて差し上げましょう。行くれ。待たせたな。遅かったじゃない。なんですけど。武器が結構近未来チックというか、そこがね、これもこちらであの、はい、見る画面を、総員、達治王先生、総員、判断で一回です。はい、これがサーマイトライフ。こちらがサーマイト。わかった。よく分かるグレネードランチャーちょっと特殊な場合、まず金属片を巻いてから、張ったら打つことによって燃やせると。もう一個は、これはまあ普通のハンドガンです。まあ基本的にはこう隠れて。いるから、この時はこの弾いただくんで燃やしてやるぞ。よく燃えるね。ガラフット、敵は蒸留所に。はい、あ、まだいい、ここは爆発か。こいつ、あそこ、ドアです。あそこ行きましょう。ダメ、まだいける。耐える、助けなきゃ。援護、イグレイ、銃撃で敵を抑えろ。助けてあげる。助けられる。さあ、いいわよ。早く彼を中に。助けられます。はい、腕を持って。そっとですよ。よし、いいぞ。追い詰めてやるか。動かすぞ。敵の増援が来たもん。これじゃいい的ですよ。かなりピンチな状態。まだ来るわよ。あともう少しですよ。上まではちょっと稽古だったら。よし、以上。イグレイ、入れ。めっちゃ傷を負ってますね。大丈夫なんでしょうか。大丈夫です。本体は落とすぞ。いい作戦。この人たちは、はい、この後ブラックウォーターでしたっけ、これを飲むことによって傷が回復するという、まあ、超人的な能力。ガラ、逃げ道を探してくれ。探してます。傷はどうだ。肺を貫通してほしい。それに腹部にも一発。とにかく休んでいなさい。きっと助かる。肺貫通してて、とにかく休んでてって言って、相当頑丈なんですね、この人たちは。いや、立て直しています。裏を確認しようかと。ここはあなたが勇敢に戦いました。では出口を探していただいて。はい、出口を探せば、はい、あそこから出られそう。100フィート圏内に反乱軍が接近しています。これだ。なるほど。全員下がれ。変化。弾が入ってるやつを着火すると。下がるやつを飛ばして先に進めるんですね。動かせるか。もう手遅れで済むし。休んでれば大丈夫って言ったじゃん。無駄だ、ラファイエット。ここに神はいない。さあ行くぞ。神はいないということで、ここは行くようですね。まあちょっと名残惜しそうに
進むか先に進むか。あそこ王立病院です。あそこなら数百メートルです。だが反乱軍も待ち構えているだろうな。来るぞ反乱軍だ。奴らを先に飾るな。ここで、ここまで行って、はい、ちょっと間違えた。ブラックサイド、はい、L1 を、こうやって行くと、パッペに、はい、でここでこちらで敵を終わっちゃいましたね。ゲージがあるので、はい、そちらのゲージができる間が、はい、また回復しましたね。L1 を押すと、で、敵を狙っていくという回復したら、こうして見えに見えに、はい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 、ゲージがじゃあある時はすごい簡単に操作で敵を倒していくんですね。今回、こっちのゲージがある。おい、弾がねえ。弾がないということに気づきました。あやでしないか。ゆっくりしてる暇はないぞ。なんなんですこの街は。そこら中行き止まりだ。こんな近道ね、ステーキ。どうするの？ラファイエット、戻すよ。なんだこれ。おお。早く行かないとまずい。線路を崩せそう。ここに上がれば橋を崩すことができる。イグレイ、ラファエット、お前たちは援護を頼む。パーシバルは私と